さっき小田切ヒロさんご本人から私のインスタにコメントいただきました。私のインスタの URL は下にリンク貼っておきますので、ぜひフォローお願いいたします。さんの眉メイク5点セット第1弾も私買ってます。それはプレゼント企画で皆さんにプレゼントしました。眉メイク5点セット、ここに成分が書いてます。見えるかな、成分重要ですからね。この中で私が一番お目当てにしたのはこちらの眉用のブラシ。柔らかさはね、眉には適してるけども、その中でも柔らかい方かな。目に使えるかなって、目尻の方とか、あと涙袋の下描くとき、今ちょっと目の周りギリギリいけそうな感じがするので、アイライン引いたり目尻の方ちょっとシャドウ入れたり、あと涙袋入れたりするときにこれ使えるかもしれないので、ちょっともう一本もしなんかあったら、もう売り切れてるかもしれないけど、もう一本買うかもしれない。でこちらのスクリューブラシ、何の変哲もないスクリューブラシっぽいんだけど、この中でね、一番長いんですよね。ね、なんかこの長さには意味があるのかなと思って、本誌見て、小田切ヒロさんだから意味があるのかなと思って、ちょっとそこら辺の解説が見当たらなかったんですが、長さにも意味があると信じたい。で、これはもう折り曲げたりとかして、使いやすくして使うといいかなと思います。で、先端に行くと少し細くなりますね。少し。この細さが多分、なんだろうな、この眉頭の方はこっちでやって、眉尻の細かいところとかはこの先端を使える。で、先端に行けば行くほどちょっとね、硬い感じがします。多分毛が短くなってるから。で、この太い方の、こっちはね、毛が柔らかく感じます。密度が、まあまああるスクリューブラシだと思います。痛くないですね。痛くない、これは。で、こっちから行こうかな。私はね、アイブロウマスカラしないんですよね。まあ、眉毛アレルギーっていうのもあるんですけど、アイブロウマスカラ。ゴールドのキラキラがすごい入ってるんですよ。ツヤツヤな眉毛になりそうです。シャイニーアイブロウって感じですね。ブラウン。ちょっとね、黄身寄りなんで、私はちょっとブルベだから、イエベさんはこれすごく合いそう。あと結構明るい。なんだこれ入んない。ちょっとどっか使えるとこがありますね。まあでもそれだけ密閉されてるからなのかもしれないけど。サラサラな液ですね、これ。で、これは、眉ペンですね。眉ペンだけあって色がねすごい薄いです。書いてみましょうか。薄い。これダブルラインフェイカー二重の影つけるケイトのありますよね。あれぐらいの色味ですね。筆はいいですよ。書きやすいです。ただやっぱりこれもイエローがかってるから、イエベさん向けです。
ちょっとここにさっきのエレペムケツ入れたゴールドのうん、わあすっごいゴールド、バリバリゴールドです締めにくい、バリバリゴールドです。でラスト、これですよね。やっぱりね、眉用だけあって、眉毛用なんで、アイブロウなんでマットで2色で、両方ともブラウンではあるんだけど、こちらの方がイエローがかったブラウンで、こちらがね若干ピンクがかった感じのブラウンですね。これミックスして自分の好きな色加減にしてもいいと思います。じゃあ両方ともちょっと撮ってみますね。濃いからなんか指に撮っただけじゃ分かりにくいんで、手につけてみます。手の甲に、あ、ポロッと落ちた。あ、私取りすぎたのかな、すごいな、ボサボサだ。ちょっと落としてくる。柔らかいんだね。すごくこれ粉質が柔らかいのをギュウギュウやっちゃったからすごい取れました。ちょっとでいいんだ。じゃあちょっと違う指でやってみる。本当にちょっとだけね、軽く撫でるだけでバッチリ取れる。発色いいんだね。じゃあちょっとここに、ああ本当にちょっと取ればいいんだ。すいません、がっつりちょっと取っちゃったから、がっつり取らないでちょっとだけ取ればいいみたいですね。こっちが濃いかな、ピンクがかってるって言った方が濃くて、イエローがかってる方が薄いって感じです。ピンクって言ってもややピンクで、ピンクを感じない人もいるかもしれないぐらい、こんな感じです。小田切ヒロさんの小顔眉メイクのやり方、テクニックのブックが入ってますので、皆さんもぜひこれで勉強してみてください。こちらのアイブロウパウダー2色パレットは両方ダークブラウンと定義されてますね。両方ダークブラウンっていうふうにヒロさんはおっしゃってます。まろやかな色づき、濃くつきすぎないで、2色をブレンドしても良い、細かな粒子でなじみが良く、細かな粒子でなじみが良く、そうすごい細かかったです。なのに私たっぷりこう力強く取っちゃったんでバッサバサな感じになったんですけど、本当に少しスッと撫でるだけでバッチリ取れる、そんな粒子だから取りすぎ注意ですね。少しだけで大丈夫で、ふわっとなります。でブラシはなんかボリューム感と適度な腰、うん、もう眉描き用としては柔らかい感じがしました。柔らかすぎなかったです。で大きめサイズ、エッジがパキッと立たずにボケ足が、あー確かにこの先っぽがとんがりすぎてなくって、こうスクエアっぽくなってたから、おっしゃる通りエッジがバキバキにはならないかもしれない。シャープすぎない、うん、だ自然な感じに仕上がりますよね。パウダーの薄いカラーの方を使います。若干イエローがかってる方ですね。これね、見ての通り粉飛びがすごいんですよ。確か前の第1弾の時もパウダーは粉飛びしました。この濃い色の方も粉飛びします。そう、これがね、あの細すぎない自然な描き方ができる筆で、アイブロウスクリューブラシ、オーブリヘッド、毛が柔らかく、うん、スクリューブラシの中ではまあ柔らかい方かなと思いました。ボリュームサイズ感はどんな眉にもマッチ、ブラシのヘッドが大きめ、大きいんだね、削りすぎない、まあ、優しいタッチで硬くないから色を削りすぎないのは確かにそう。大きめなんだ、ちょっと待って、これがね今使ってる、ちょっとすいません汚れてるんですが、でわざと曲げてるんですけど、スクリューブラシと比べて大きさ
広さの大きいっていうその定義なんですけど、長さは、いや長さはね、今使ってるスクリューブラシの方が長いけど、この中央の芯の部分は広さの方が太い。で、毛も長さは広さの方が長いから、毛足が長いほど柔らかく感じるのかな。そういうこともあってふわっと仕上がるのかもね。毛足が全然ね、長さ違いますもんね。こっちは硬いです、触ってても。全然、柔らかさは、ほんと柔らかい。広さの方が全然柔らかいですね。で、リキッド、これは、軽やかなキャメルブラウンリキッド。一本一本植毛するように毛を仕込めば。これね、先端すごい細かったです。だから、一本一本毛をきれいに描けますね。で、ツヤっとした質感。このペンは先がすごく細くて、力の入れ具合によって細くも太くも描けます。ただ腰がないんですよね。だからちょっとこう手が力加減を間違えちゃうとふにゃふにゃってなったりするので、そこは注意しながら描かないといけないかなと思います。もうね、極端に細いのも描けるし、微妙な太さの違いも、注意すればうまく描けるようになります。アイブロマスカラはツヤがあってイエローブラウン、そうなんですよ、イエローなのがね、ちょっとね、私には色が違うんですけど、あ、ラメじゃなくてパールね、ちょっと上品な輝きのパールでツヤを出している。スタイリング剤としても活躍。これは先っぽについた液をティッシュなどで拭き取ってから使うようにしましょうって小田切弘さんが言ってます。私前々から言ってますけど、小田切弘さんのテクニックとかもすごく理論的で納得いく素晴らしいテクを持っているので、すごく勉強になるので、毎回小田切さんの付録は買うようにしてます。付録でこのクオリティまで持ってきてるのすごいなと思うので、多分ヒロさんがオリジナルブランド作ったらかなりレベルの高いアイテムができるんじゃないかなと思ってます。そんな感じで最後までご覧いただきありがとうございます。ではまたね、バイバイ。